大大腫瘍の2から15%を占める、比較的稀な量性上皮性腫瘍の組織型である。最近は誤解を避けるために、この疾患の発表者オールドレッド S ウォーシンの名を、とって、ウォーシン種、ワルチン腫瘍風分類での名称は、ウォーシンチューマーとなっている。大大気栓、特に自家栓に好発し、40歳以上の男性に、多い。また、 圧倒的に喫煙者に多く見られる。多発例あるいは悪化した報告はあるが、再発は少ない。また、発育は、極めて緩慢で、無痛性の境界明瞭な主流として見られ、周囲組織との癒着はない。一般に非白な繊維性被膜を有するが、被膜を欠くことがある。治療は、外科的適質であり、予後は良好である。かつては、歯科高校外科で、 歯科医師による手術が行われることもあったが、現在は、自備咽喉科の医師が執刀することがほとんどである。組織学的には、先空形成を示す、抗酸性下流状細胞質の目立つ、上皮細胞とリンパ組織からなる。上皮細胞は二層配列で、内空側に偏在する脳死区画が目立つ内層の、抗塩中細胞と、立方形あるいは、多角形の外側の細胞からなる。 リンパ組織は散在性に、肺中心を伴い異形のないリンパ球の密な造成からなる。その耐え死した細胞もよく見られる。拡張した脳胞上空では、上皮細胞が、口内に、乳頭状に増殖している。脳胞内容ものは分泌物や脱落して変性した、抗酸性細胞、下流上エシ物質であり、主要実質は上皮のみである。 唾液線シ新チグラムで著名な集積を認める。王神主要。ありがとうございます。